めっちゃ眩しいんですよね。止めちゃった、眩しすぎる。なんかなんでかわかんない、眩しい。眩しいです。こんな眩しいことある？なんか全然目開かない。めっちゃ眩しい。あんま思わん。めっちゃ眩しい。こうね、落ちてたんだよね。あ、起きてたの。7時ぐらいから起きてたんですけど。眩しい。あんま思わなかった。さっきまで。おはようございます。前髪めっちゃ揃ってるやん。なんか笑ってますけど、ありがとう。体調は大丈夫です。もうさ、痛みも本当に下り坂で、昨日より今の方が全然痛くないから下がってきてはいます。おはようございます。だから大丈夫です。あんま心配しないでください。またありがとうございます。もう慣れ始めたから時間も経ってて下がってるかな。優しい、無理せず頑張って、ありがとう。ありがとうございます。
ぱありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。どうもありがとうございます。ありがとう。おはようございます。どうもありがとうございます。私からすると割と雨でも楽しめるんですけど、皆さんが大変ですよね。私的にはもうなんか校外学習も宿泊学習も大雨だった人なんでもうなんかそういうの OK なんですよ。全然自分的にはありなんだけどね、来てくださる方が大変になるんですよね。なんなら校外学習は嵐の中やりましたからね。
今名古屋って雨、誰か名古屋が雨かどうか、誰かわかんない私。どうもありがとうございます。こんばんは、あ、こんにちは、あ、嘘、おはようございます。え、でもなんか、え、本当に、なんか嘘とかじゃなくて、昨日割と結構安静にできたんですよ。安静にできて、なんかこういろいろ巻いたりさ、貼ったりしてさ、めっちゃいたわったからさ、なんか割と今日結構大丈夫そうな気がするんですよね。こんばんは、おはようございます。今日は7時10分前ぐらいに起きました。え、全然届くんだよね、背中に貼るの全然届く。なんか最近今まではこう朝閉めてたんですよ、カーテンを。なんですけど、開けておくんですよ。開けておいて寝て、もうなんか日が入ってくると起きちゃうシステムにしたの。そしたらめっちゃ朝早く起きる。めっちゃ健康なんだよね。でもちょっとやめたいちょっとやめたい、だいぶやめたい。もっと寝たいのにもう寝れないんだよね、日で起きちゃうと。でどれだけ夜遅く寝たって朝はもう 日によっても早くなりますから、やめたいですよね、普通に。もったいないよ、電気つけたまま寝ちゃうなんて。タイマーにしとけばいいじゃん。もったいないよ。本当にもう早起き最近。でもそのおかげで怪獣8号を一気見できたっていうのはあるんですよ。なんか冬はね、冬は仕方ないよ。で怪獣8号今さ、アニメ見始めるとさ、朝からだとさ昼ぐらいで終わるよね多分。めっちゃいい感じじゃない？11話ってめっちゃいい感じだね。でワンクールだったらもう半日で見えるじゃん。いいよね。
こんばんは。アニメは好きなやつは何周もするけど、基本はしても 1回ぐらいかな。めっちゃ好きでもう最初から見たいってやつは何周もしますけど。おはようございます。めっちゃ暇ができたら見る。おはようございます。前はめっちゃ暇な時だから、だからお盆とかに見てた。おはようございます。冬休みの頃とか。どうもありがとうございます。おはようございます。ありがとございます。わかる。教育番組見てた。今からなんちゃらの朝ごはんだよ。何？何の？どうもありがとうございます。どっか行ってんだ。楽しんでくだし、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。
ようございます。毎回定期的に結婚しようと思うのかな。いろんな人がいるよね。おはようございます。NGF がさ、上手か下手かっていうさ質問をさ結構もらうんですけど、ちょっと本当にあの全部だと思っていただければいいと思います。全部おはようございます。なんか言っていいのかしら分かんないから、全部。おはようございます。あ、でも海外の方からのメールの返信とか翻訳すると、メールの返信じゃないや、あの X とかのやつ翻訳すると、だいたいなんか私の娘みたいな感じで書いてくださってる方とか、なんか結構あのベイビー系で見てくださってる方多い。17歳ってあれかな、ちっちゃいんかな。おはようございます。どうもありがとうございます。ね、海外の方からすると日本人ね、思った。嫁じゃないけど、勝手に嫁にされてるけど、ありがとうございます。じゃあ下手が神で分からん分からんです、分からんですわ。さすがにこっちゃんがどっちかまではちょっと分かんない、知らないんだよね。どうもありがとうございます。ベイビーで見れる方多いかも。おはようございます。
もありがとうございます。まあ、そこまで立ち位置をなんかあんま気にしたことなかったかも。誰がどこでみたいな気にしたことなかった。そういえば、そういえば、おはようございます。自分がどこもあんま気にしたことなかった。ありがとうございます。なんかどこにたってね、ご視聴ありがとうございます。どうもありがとうございます。あと15分ぐらいかな。スバラちゃん、サーター見つけてくると思ってるからあんまり心配してないだって。スバラちゃん、スバラ、スバラ、信頼、信頼と実績です。これありがとうございます。皆さん勝手にみんなの総意だと思ってるけど、ありがとうございます。そうですよ、来週末からツアーです。時の流れってすごい。カッパ着てたら見えてなかったらごめんって感じ。顔がそりゃ見えてなかったらね、わからんですよ。ありがとうございます。顔見えてないのに分かってたら怖い、さすがに。さすがにそれはもう怖いの分類に入るかも。いつもありがとうございます。ね、ペンライトの振り方の癖なんてあるの？みんなこうやって振ってくれてるのかと思ってたんだけど、違うのか。ペンライトの振り方にも癖があるのか。すごい、すごいな。なんかそこまでちょっと分かんなかった。その振り方に違い、なんか決まってんのかと思ってました。
でも決まってるよね、決まってるとこあるよね、なんか同じ動きしてない？おはようございます、いつもありがとうございます。まさかのペンライトの振り方みんな違ったっていうね、衝撃でした。今同じかと思ってました、完全に違ったんだ。なんか持ち方はさ、1本だったらこうじゃん、2本だったらさこの間に入れてない？こうじゃダメなのかな、こっち2本、こっち1本みたいな。おはようございます。わかんない、お弁当次第だね。昨日はあのお昼と夜どっちもハンバーグだった。昨日はね。おはようございます。ちぇちぇちぇ、こうくっつけてればさ一緒じゃない？よくわかってるね。サイレム3文字できないですよ私、やったことないですけど。多分昼夜ハンバーグでした。どうもありがとうございます。昼夜でしたね。いただいた感じ。おはようございます、いつもありがとうございます。おはようございます。おはようございます。本当ありがとうございます。本当ありがとう。
とうありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。無理してないよ。ありがとうだね。もしや今日って暑い暑い日かな。もしや昨日なんかお弁当で30何度って聞いた気がするけど忘れちゃった。昨日は寒かったからね。ちょいと寒めだったからね。こうやってさ、なんか気温に差とかあるとさ、また良くないよね。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。ただ最近食べてるアイスありますか？あるんですけど言いません。あるんですけど言いません。なくなったら困るので。もう私学びました。自分が言うとなんかなくなるんですよ。普通にこれ私の影響でとかじゃなくて、なぜかなんかなぜかなくなる。普通になんでかわかんない。言い始めると一時的になくなる。私の影響でって言ってるわけじゃなくて、普通になんか合言葉なのかな、これが急になくなるんだよね。だから言わない。ありがとうございます。本当になんか私のせいでとかじゃなくて、普通に私のなんか合言葉らしきもの。これは200回目、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。青派なんだ。男女を見ます。13位、仏丸。12位、女の子。11位、サータン。
10位まやさん、9位男の子、8位みゆさん、7位なんだろう、うさぎさん、6位サータ、5位ウバルパ、4位クロミちゃん、3位ボブ、2位サータ、1位バズマル。ありがとうございます、ありがとうございます。ございます、ありがとうございます。いつももありがとうございました。皆さんも暑いらしいのでお気をつけてください。お気をつけてもらってお願いします。バイバイバイバーイ。